まだ動力が生きてるんだ。あ、フィオル、どうしたのだ。みんな、ついてきて。なんだこれ。ここにあるみたいだけど、これ映像だ。嘘だろ。あ、本当だ。これは遠い遠い過去の記憶。フィオル、かつてこの地を去るマシーナが自分たちのことを知ってほしくて残した記憶。この声は古の時代、この世界に巨神と鬼神が現れた時、私も誕生しました。巨神の魂と同じように、私もまた鬼神の魂としてこの世界に存在を許されたのです。私はこの鬼神界に自らの子を誕生させ、この体を得ました。彼らはマシーナと名乗り、鬼神界を命あふれる世界に変えていったのです。マシーナは高度な文明を築き、巨大な都市を作り上げるまでに至りました。この町って、昔はこんなに栄えていたんだ。穏やかな心を持つマシーナたちも、私を愛し平和に暮らしておりました。そしてそれは巨神界でも同じでした。彼らは自分たちの文明の産物を巨神界の生命たちにも惜しみなく分け与えていました。二つの世界は共に発展していくかと思えたのです。そんな時、恐ろしい運命が彼らの頭上に舞い降りたのです。なぜ巨神が。巨神は光の剣を手にマシーナたちを滅ぼそうとしました。あれはテレシア。私はマシーナを救おうと巨神にザンザに立ち向かいました。ザンザだって。戦いは長きにわたって続きました。ザンザも私も己の生命力を削りながら戦いを続けたのです。しかし、ついに決着の時が訪れました。
ザンザはこの時監獄島に、私が深手を与えた隙をついて巨神界の生命がザンザを封印したのです。ですが私もまたザンザとの戦いで生命力をひどく消耗していました。マシーナのわずかな生き残りたちに私は告げました。巨神は未だ滅んでいないこと、いつか蘇るであろうことを。僕がこの手でそれを。そして私は深く長い眠りについたのです。来たるべきザンザの復活に備えて。そうだったんだ、あなたのやりたかったこと。巨神と鬼神の戦いを止めたかったんだね。フィオルン、そうか、君の中にいたのは。そう、自由に活動する体を求めていたメイナス様のために私が魂を移したのです。エギルの鬼神兵によって偶然捕獲されたあなたの体に。なぜ私の体でなければならなかったの？それはあなたがモナドの後継者、シュルクに近しい人物であったから。